東の突く国より海を渡りて現れる若者姫し力未だ知らずかの身滅ぼすこともかの願い叶えしこともその者勇み立つ時我を求めん共に荒れ野の道を行かん待つて願え開口は我の古よりの定めなり地より現れし竜が黒雲をいざない天を覆うも舞いよりし鳳凰その翼によりて四風を生むがごとく漆黒の世は広がりしも明星は一つ灿爛と輝く。ワンチャイ、江南街、オンダロー当李承老氏はここにまずはワンチャイかウェルカム、ようこそ香港へ面白いとこ案内しようか坊や、一人かい泊まるとこ世話するよ観光なら任せてよ、安くしとくからさヘイ、ハンサムボーイ、写真撮ってあげるよ。今写真を撮られたでしょ？え？あれ後で売りに来るわよ。しつこく言ってくるけど、無理に買うことはないから。ああ、はい。気をつけてね。香港には悪い人も大勢いるから。わかりました。もし泊まるところに困ったら、あそこの会員宿泊所に行くといいわ。会員宿泊所？いつでも無料で泊まれるのよ。ご親切にありがとうございます。こちらこそ、船が怖くて泣いてばかりだったこの子によくしていただいて。それじゃあ、どうか気をつけて。さよなら、お兄ちゃん。さよなら。どこ見て歩いてんだよあんたそっちこそちゃんと前を見て走ってるのかあんた日本人だよおお気をつけなこの香港でもたもたしてたら引き殺されるよワンチャイはどっちだえワンチャイだ仕方ないねワンチャイはあっちさそうか
あんた名前は？リョウ。リョウ。あたいはジョイ。まあ、せいぜいひったくりに気をつけな。怪我したくなかったらおとなしくガキを渡しな。どうするつもりだ。てめえには関係ねえよ。そうはいくか。死にてえらしいぞ。こんなところで死ぬつもりはない。もう今だ。裏返れ。待て。バッグの中には包丁が。あのすいません、ちょっと聞きたいことがあるんですが。兄貴、ガキが何か言ってるぜ。見ねえ顔だな。バッグを盗まれたんです。バッグだ、知らねえな。4人組で1人は子供だったんです。心当たりはないですか？知らねえって言ってんだろ。他で聞きな。待てよ、人に物聞いてタダで済むと思ってんのか？せっかくうめえ酒飲んでるところ邪魔されたんだよ。まさかこのまんま帰る気じゃねえだろうな。ああ、兄貴の言う通りだ。それなりの礼ってもんがあんだろ。礼？金だよ金。断る。なら、てめえにアバディンの礼儀を教えてやるぜ。やめときな。ジョイ、今日は顔立てといてやるぜ。何遊んでんだよあんた。遊んでんじゃない、バッグを盗まれた。そんなことじゃないかと思ったよ。何？どんなすごいやつに盗まれたんだい？4人組で1人は子供だ。子供？ああ、ウォンにやられたんだね。知ってるのか？ウォンなら宮廷公園で見かけたよ。向こうさ。わかった。怖いもん知らずだね、まったく。あいつだ。